どうも昭和レトロです。久々のレビューになりますが、今回衝動仮面ライダー VS 仮面ライダー ZO をレビューさせていただきたいと思います。なんといっても ZO といえば、まずは J に見た目は似てますけど、 J とは別人です。金に脈打つ緑の鼓動。では実際にこの仮面ライダー ZO どんな感じか、ジュジン、レレレレレレーン。はい、これが仮面ライダー ZO の実物となります。こんな感じですね。で、これと見比べてみると分かるんですけど、あ、グーになってる手と、あと開いている手があります。まあこういう風に、ね、こんな感じになってて、でちょっとなんかこのギザギザした、あのクラッシャー、まあそこの部分がちょっと塗装が少し雑なんで、ちょっとこれはなって思った方はこだわりで塗装してみるのもありかと思います。でもほとんどは基本的にちょっとなんか塗装的に雑だなって思うところはところどころありますけど、でも全然やっぱフィギュア化してくれただけでも個人的には嬉しいと思います。なかなか素晴らしいですよね。この調子で J やシン、まあそういうレオライダー系がこのシリーズで見れるといいですね。で、手の部分はすなわちこれだけなんですね。まあこんな感じで、で、ZO の、あれなんです、実は。レアバージョンがクラッシャーオープン状態。でも、今回僕が当てたのは、クラッシャーオープンではないんで、ZO を量産すれば、そのうち当たるでしょっていうことです。ぜひとも、クラッシャーオープンが欲しいと思っている方は、ZO の量産をおすすめします。金がぶっ飛ぶっていう嫌な言い方になっちゃうけどまあどうにかマニア魂をある程度燃やして、運が良ければ一発で当たることもありますんで、実はスカイライダーの時はそうでした。というわけで以上仮面ライダー ZO でした。うわ、おお、いっててててて、じゃあバイバーイ